シェイパー皆さん、おはようございます。君は何物事に抗ったりしたことがある？僕は実際結構あったんですけれども、でも自分はね、物事その物事に抗うにつけ何が起こるかというと、自分はだんだんこういうね、自分のね、もっと悪くになる、もっとひどくになる。自分は昔ながら、例えばね、健康に抗が、まあ、不健康、病気に抗ったけど、その抗いは不健康にあったからこそ、僕はもっと病気になったということです。同じく、金に抗ったからこそね、貧乏に抗ったからこそ、金がもっと減ったということです。だから、抗いは結構、もう本当に やらない方がいいだと思います。どちらかというと、自分もなんかね、対人恐怖症に対してもらったのに、僕はなんと自殺未遂ともなったんですけれども、で、もしあなたはね、どうやって僕はそれをトゥイークして、どうやって僕はそれを乗り越えたかというと、もしよかったら最初こちらの動画をご覧ください。さらに僕とにも直接に相談も大丈夫です。どうやってできるかというと、下の概要欄で自分のウェブサイトを貼ってあるんですよ。水木純か、自分に直接にPM も結構です。僕はいろんなTikTok などをいろんなソーシャルメディアやってますので、自分のアレクシペットを普通に検索していただいたら、いろんな出てますので、そこにもフォローしてください。そしてリシェイプの皆さん、やっぱり抗うというのは悪いというのはみんなが分かってるんですけれども、でもみんなやってる。昔ながらみんなは戦争に対して抗ったんですけれども、で、戦争に抗ったのに何が起こったかというと、もっと戦争が起こった。昔のマザ・テレーザも一つの言ったことは、私は戦争に対して抗いデモはしない、でも平和のためにデモをするということです。どうしたらかというと、彼女はそのシークレットが分かったからです。彼女は引力法則が分かったからです。宇宙はいいえという言葉は分からないから、まあ、本当に自分のことも頭に置いといてください。だからもしあなたは戦争反対だったら、平和のためにデモしてください。もしあなたは他物に反対だったら、例えばね、病気に反対だったら、健康にデモしてください。で、健康のために抗ってください。そしてもしあなたはね、例えば貧乏のね、反対だったら、豊富のために抗ってください、ということです。まあ、それをやったら、あなたはだんだん自分の人生をもっと豊かになるということです。もっと良い、というのことに、真逆になるということですね。だから、それをぜひ使ってください。レシーブ皆さん、僕はこちらの動画、まあ、週に、水と日曜日がやってますので、もしよかったら僕にフォローと登録してください。友達もシェアしてください。僕はこちらのチャンネルはだいたいね、対人恐怖症対策などの自己啓発などをやってますので、もしよかったらその間この2つ動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。